医療機関などを訪れるときはマスクをつけることや検査キットや解熱,剤解熱剤などを準備しておくことを呼びかけましたコロナが5類に移行してから県内の1医療機関あたりの感染者数は今月23日までの1週間で14.95人となり4週連続で過去最多を更新しています村井知事は病床が逼迫し、 患者を受け入れる医療機関の調整に県が乗り出すような場合注意報や警報を出すことも検討する考えです。